はい、こんにちは、ビッグボーイです。それでは今回もゴーストリコンワイルドランズ BC1 オープンベータ続きやっていきます。ミッションリスト。アマルの救出、反乱、クルタの捕虜、エルポリトのスポーツカー、アルマジロの司令官と続いて、これがいつの間にか最後になってて、最初のイタカブラボーのかなり近く、かな？ちょっと一旦イタカブラボーに戻ってきて、本当にここのすぐ近く、ここだ。ラユリとエルポリトの居場所が分かった。サンドバルの敵を撃ちましょう。やり方は問わない。最終的に2人とも死んでくれればね。とっ捕まえなくてもいいのか、別に。ひとまず付近まで行ってみよう。で、前回からまたちょっとスキルとかゲットしたりして、武器には変わりはないんだけど、グレネードランチャーが装備されたんで、まあ、いざっていう時はそれでね、ポンポンやっていこう。もうすぐ近くだな。こんな近くなら偵察してたらすぐ見つかりそうなんだけど。この武器ね、グレネードランチャーが増えた。誰かいるぞ。一般人か。狩猟小屋？ちょっと見てみるか、周り。ドローン展開。これはただの民家？だね。バッテリーがね、スキルで若干増えてる、ドローンの。この辺らしいんだけど、くまなく見ていくか。あれは？動物。この民家には何もないのか。親に接近、注意しろ。待て待て、いるかもしんない。敵を確認した。いるじゃねえか。上か。どこだ？これが狩猟小屋か。敵は見当たらないぞ。どっから来てる？中か、それとも。あ、すげえ赤いもん。見当たらないからとりあえず侵入しよう。ブリージングだ。ピッキング。入ろう。入り口と隅に注意しておけ。入ったぞ。わうわうわうわ。なんか趣味悪そう。 ああ、これ。何これ。本物？仲間、集まってくれ。了解、集まってくれ。今行く。隅から隅まで見ていくか。わあ、ベッド。わあ、ぬいぐるみ。ぬいぐるみ。これ多分家のどっか地下かなんかにつながってて、敵がいると思われる。ドローン行けるか。先に奥を見てみよう。あ、ユリとポリトを確認。想像もできなかった。だぞ。ターゲットを襲う。周辺に注意しろ。あなたに会うまで半分から。基準はつで5人だ。待てよ、しゃがんでいくか。サンドバルはここで死んだんだ。47時間も生かされたらしい。長い間、
耐えたんだな。俺たちを待っていたのかもな。大丈夫だ、敵を取るぞ。ちょっと深いんだから。そして俺が折った指の一本一本が、やつが君に対して犯した罪への罰だ。私泣いちゃいそう。誰、話したいことがあるの？もちろんだ、何でも聞いてやるよ。何でも。こないだあなたが水攻めした男を、私が牛追い棒で電気攻めしたでしょ。犯人、あれは教科書通りの完璧な拷問だった。ひどい。あの男は私たちの与えた痛みで、キリストが味わったような苦しみに喘ぎながら、どうしようかな。もう突入か、これ。おい、集合しろ。分かった、今行く。彼の世話をして抱きしめて。仲間来ねえけど、これ行ける？ターゲットをマークした。合図をくれ。赤ちゃんが欲しいの。ターゲットを確認した。了解、ターゲットを確認した。準備完了、合図をくれ。あなたたち、そっから撃てるとはまるで思えないんだけど、撃てるということでいいんだね。あ、いた。骨折兵を倒した。怒らせちまったな。よし、倒した。ユリを始末した。ポリトが逃げてる。ユリを始末した。追っかけるぞ。いてててちょっと待って、サプレッサー取ろう。危ない危ない。グレネード倒した。始末した。映画とかで復讐を果たしても全然気分が晴れないってセリフよくあるじゃない。まあ、私は今最高の気分よ。あの二人のホラーショーを終わらせたことで地元住民の支持も得られた。何かあれば連絡をちょうだい。ボーマアウト。護衛部隊の施設が襲撃を受けた。私は疑問に思った。ラプラガはシカリオのリーダーにふさわしいのか。ソーシャルメディア遊びに熱中しすぎではないのかと。ネットで女を漁るのがそんなに忙しいのか。お前の仕事は女漁りか。違います。俺の弟だ。俺がしつけておく。ラプラノは理解した。理解しすぎた。必死だった。裏で糸を引いてる奴を絶対に見つけてやる。俺たちの仲間を一人殺すために一般人を10人殺す。無抵抗だろうが知ったこっちゃね。だが自分がもたらした損害の大きさを理解していなかった。待って待って、この部屋ひどいぞ。うわ、特別リワード。あ、板か、完了。あ、これでベータのイタカーはクリアしたんだ。あとね、もう一つミッションがあったはずなんだけど、ひでえな、ここ。死体の安置所か何か？ともかく二人は始末した。ここはグロい。出よう。で、結構ね、主人公柔らかいから、銃撃あんまりバンバン受けることはできないな。あ、もう死んじゃってる。ちょっとスキルポイントの確認。この二人は始末した。たくさんスキル入ってんな。サイレントランって欲しかったから、これサイレントランしとく。あと6ポイント、弾耐性、耐性もつけよう。あとは舞台、AI みんな基本的に頭いいから、まあいいでしょう。ドローン。有効範囲をさらに拡大。で、あとはステーブルエイム。よし。で、装備が増えてる？あ、AK とか増えてる。これは後で見直そう。
はい、モンチュヨックブラボー。マップの左側の方にやってきた。今度はこっちでのミッションがあるわけなんだけど、ボマ、こちらノマド。モンティヨックに到着。情報は？モンティヨックはサンタブランカの主要な訓練場よ。軍隊式の訓練所が周辺にいくつもあって、南米中から新兵を連れてきてる。エルムロは大金をはたいて特殊部隊に所属してた人間をカルテルの新兵訓練のために雇ってる。教官長は米軍出身者だって噂だけど、それ以上のことはわからない。カルテルの訓練に関する情報を集めて、あと教官長の身元も調べて。コピー、早速開始する。オッケー。イタカーのユリとポリとは始末したけど、キングスレイヤー側のまだミッションが何か残っていたっぽい。まあ、だけど、主要目的は達成したから、こっちがやってこう。こっちまだ映像も何もアンロックできてないね。まずはまた情報集めだ、ここで。この辺はそのなんだ、カルテルの人たちの訓練場という場所なのか。反乱軍が後で取りに来れるように物資に目印をつけておこう。で、装備の確認。アサルトライフルで AK が、ん？待てよ、これよく見たらハー AK と、これ彼女の AK と彼の AK が、これ絶対あの二人だろう。どうしようかな。こっちなんかでかいスコープついてるけど、こっちはマガジンがでかいな。と彼の AK にしよう。おぉ、スコープでけえ。スコープでかいけど、これ、カスタマイズはできないのか。そうか。どうしようかな、彼の AK。どうしよう。ついてないね、サプレッサー。まあ、ステルスしたくない時とかに使うか、じゃあ、せっかくだし。スナイパーはスナイパーで、こっちスコープが未だにこれしかないんだよな。よし。すごい倍、高倍率、超高倍率。AK。これ逆に狙いづらいかもしんないな。それじゃあ、まずはあっち行ってみよう。ここはなんだろう、荒野だな。イタカー地域とはなんかもうまた全然違う。すんげえ開けてる。あ、動物もいる。あ、電車も走ってる。なんだあれ、貨物車両か。ほう。で、あそこにいるのはきっとカルテルの人々か。さあ、近づいては来た。ちょっとこの AK 使うか迷いどころだけど、まずは索敵だ。中に一人二人。また敵だ。これ残骸だ。シカリオがいる。コンテナの付近。どこだシカリオは。あ、いたいたいた。三人目の敵だ。おっと、何？ドローンやっぱ見つかるやん。前見つからなかったのに。よし、彼の AK。 何？ヘリ来た。いてててて。ユニダットってことはまた別、あれか、行っちゃった。彼の AK を味わえ。待て待て待てて、どこだどこだ。いてててて。オッケー、仕留めた。もう一人。オッケー。さあ、重要情報をゲットだ。みんな無事か。カルテルがモンティオックに置いてる補給地点の位置が分かった。
この地域で使う武器や弾薬が集められてるらしい。物資を破壊できればカルテルの事業に痛手を負わせられるな。補給物資、あとビビたる情報だけど。お、軍隊 ID ゲット。てかスキルまたかなりこれポイント増えてない？違うな、2ポイントか。レベルアップ。どうしようかな。もう一箇所、ここにストーリーミッションが集中してるけど、周りを全体見ていきたいな。あっちを目指していこう。なんか街があるね。バイク、バイクを手に入れた。おっと、前方にあれはユニダット。ちょっとコースを外れよう。普通にああいう風に走られるとこの辺景色を満喫したくても戦闘に巻き込まれちゃうから。仲間どうやって来てるんだこれ、ね、マップのところどころにカルテルもいたりするんだけど、ちょっとユニダットの通過を待ってこっちのカルテル始末しよう。なんだこれ、ラマか。これはどこだ。廃棄場にいるぞ。さて、さあここには情報を持ってる輩がと思ったら、これはただのアイテムか、機密情報か。ここにも一人、三人か。あいつで三人だ。ならこうだ。ターゲットを確認。待機する。了解。ターゲットを捕捉。合図をくれ。仲間位置についた。OK。さて物資はいただいちゃうよ。ガソリン。これは？どれにしようかな。これで。スキルポイントロケーションが判明した。あと 700m か。カルテルがところどころいるな。みんな待て、近くに敵がいるぞ。制圧していかないと。結局今スナイパーライフルしかないな、サプレッサー武器が。中かこれ、いない。ん、これ一般人。敵を捕捉。あの地元住民の近くだ。中にいた。これドローン近づけすぎても危ないな。危ないんだけど全然引っかかんないや。この中にいるのか。いた。民間人が近くにいる。撃つ前によく確認しろ。敵を排除した。よし、と失礼しますね。これ一般人か。あ、危ない危ない。ちょっと一般人とシカリオの区別がつけにくいな。こっちの方から進んでいこう。いたか今。みんな家の中が。
あ、家の中だ。サブマシンが思ったターゲットがいる。先に始末しておこう。倒した。重要情報はこの先だ。まだいるね。ところどころ赤いってのがちょっと。でもみんな家の中だろきっと。敵を発見。大勢の中に紛れている。大勢でもないと思うけど。サブマシンが思ったやつを見つけた。これで住民よく悲鳴を上げないよな普通に撃ってて。こっちをハンドガンでやろう。仕留めた。よし大丈夫だ。こっちは無視していいかな。無視しよう。でヘリがあった。ここの上だな。ユニだとヘリが来る。身をかがめろ。ヘリ掘り出し物だ。モンティオックにあるカルテルの訓練場が分かった。行くぞ。サンタブランカの軍事教官を排除する。よし、ちょっとずつ情報を入手しつつ、まだ情報が3つ。この辺も全部見つけてっか、じゃあ。ベータでは、イタカーとモンティオックの2つが遊べたはずだから、こっちもくまなく、最後までプレイしていこう。それじゃあ今回はこんなところで。はい、ご視聴ありがとうございました。